ジル、調子は？タルヤのおかげで随分楽よ。よかった。トルガレも心配してくれてありがとう。いい子だ。この道はかつて交易路だった。だが他に街道ができて次第に使われなくなっていった。そういうところには野党たちが集まってくる。ああ、いつもの抜け道ってところだ。油断するなよ。頼んだ。片付ける。兄貴、まずいぜ。ああ。なあ、兄貴、どうするんだ？そうだな。俺たちじゃどうにもできないよな。どうかしたか？兄貴、この人ならいけるかもしれねえぜ。見るからに強そうだし。そうだな。話すだけ話してみるか。実は俺たち、とある商人に依頼されてこの参道で荷馬車を探してるんだ。荷馬車を？何でも魔物に襲われて置いて逃げてきたらしい。だけど探し回っても見つからなくてよ。
これだけ探してもダメだってことはきっと野党どもに奪われちまったんだよ。ここらで幅を利かせてる野党だろ。もしそうなら俺たちじゃとても歯が立たねえぞ。やつら相当に腕が立つからね。この先に根城があると聞いてはいるけど。なあ、あんた腕に覚えがあるなら野党の根城に行って荷馬車を探してくれないか。無事に見つかったら報酬をあんたに半分やってもいい。どうだ、頼むよ。いいだろう。ありがてえ兄貴、やっぱり俺が見込んだ通りだった。ああ、助かるぜ。荷馬車には僕らど市場で売るはずだった食料がたくさん積まれているそうなんだ。依頼主からは荷馬車を見つけたら積み込んだ食料ごと持ち帰ってきてほしいって言われてる。荷馬車を探しはするが積み荷の保証まではできないぞ。それは困るな。とにかく頼んだぜ。荷馬車と食料を見つけてくれ。あの二人どこか妙だったが、まあいい、すぐに終わらせ。おい、傭兵が来やがったぞ。身ぐるみ剥いでしまえ。こいつらだ。近くに荷馬車があるかもしれない。探してみるとしよう。だいぶ荒らされているが食料はまだ残っているな。おお、いたいた。心配になって見に来ちまった。野党も倒して荷馬車も探し出してくれるとはな。これであの商人にも顔向けできる。荷馬車は壊れてるが大丈夫なのか。そんなことは別にいいんだよ。あんたは何も気にすんなって。あとのことは俺たちに任せてくれ。ほら、約束の報酬だ。今後ともシェンベラ兄弟をよろしくな。兄貴、余計なことを言わなくていいんだよ。ありがとうよ。さっさと行きな。